はい、どうも、ハゲチャンネルのジローでーす。ですね、ジローチャンネルだわ。ハゲチャンネルじゃねえわ。久々にこれ、ずら、登場しました。そろそろ寒くなってきたんでね、そろそろこれの出番が来たんじゃねえかと、まあ、出番というか季節がやってきたんじゃねえかと思って、ちょっと今日被ってみました。ちょっとでもね、家の中で被るんじゃねえ。かぶるとやっぱ暑いよね。外はまあいいとして。まあちょっと撮影に久々にかぶってみました。はい。で、今日の動画はね、レビュー動画です。はい。LED ライトのレビュー動画となります。はい。で、またね、いつも紹介している、これ、スルーナイトさんです。今回ね、スルーナイトさんの、なんだ?BSS-V5 っていう、LED の懐中電灯ですね。はい。でね、もうすでにね、ちょっとね、開封しました。で、ちょっとね、軽く、取説をね、見て、ちょっと、一応ね、簡単な操作だけね、基本的な操作だけはね、ちょっとね、把握しておかないかな、と、ちょっと、動画の撮影にあたってはね、進行があまりうまくいかないかなと思って、一応ね、見てきましたね。まあ、相変わらずさ、老眼なんで全然見えねえわ。はい。ずらかぶって、メガネを見るとこんな感じです。はい。ちょっとカメラ。こんな感じ。はい。で、もう開封して中身を出してあります。本体こんな感じです。はい。大きさはこんなもんすな。まあ20センチぐらいかな、長さね。はい。で、今回形状がね、こんな先端がこんな鋭利な形になってます。今までにない、ちょっとね、なんつうんだろう。危険という表現はあれだな。かっこいい形状になってます。まあ、この形状の目的はね、説明してみたけどね、特に何もないんだよね。まあ単なるデザインかもしれないし。はい。まあ本体はこんなもんです。で、これね、色はね、自分とこにね、提供いただいた商品は、これゴールドになるのかな?うん。後で、ちょっと画像のこの辺に、色、このゴールドと、あとね、ブラックがあるのかな?黒が。色はね、2色あります。で、今回は、ゴールドを提供いただきました。はい。こんな感じで。でね、中身の箱、まあすでに中身は出したんだけど、入ってるものが、まあ、毎回結構入ってる。これですな。腰のこういうベルトとかに付けられる。容器っていうか袋っていうかなんつうんだろう。ホルダーですな。まあこんな感じで腰につけたり。まああとはリュックにこういうとこに、こう胸のとこにね、つけたりとかできる容器ですな。で、あとはね、これと、あと、こういう金具付いてます。これ本体に装着した胸ポケットとかに、これも、スルーナイトさん最近よくついてる金具ですね。まあ、これが、ちょうどここの切り込み入ってる溝っていうか、ここに、こう、カチンと、あれ。よっこいしょ。入った。はい、こんな感じで、つきました。こんな感じで。で、相変わらずこれで、スルーナイトさんね、ここか。この胸ポケットを使うか。こっちの方向からこういう感じで、ポケットに刺しておくと、いうことができます。あとね、まあいつも説明して、毎回、この逆方向に、ちょっと入れづらいな。
まあ、ちゃんと言ってこれ胸ポケットじゃねえかね、ファスナーがついてるんでちょっと硬いなこれ。まあ、逆方向にこうやってさせることもできます。はい、そんな感じの金具が付属してます。で、あと入ってたものが、まあ、充電ケーブルですな。USB のタイプ C です。はい。で、あとね、今回ね、こんなの入ってました。これね、多分この先端部のフィルターレンズの、だと思うんですよね。ちょっと開けてみますか。これ、開かない。はい、こんな感じのね、フィルターレンズが入ってますね。んで、なんかね、色が若干変わるのかな。まだね、これ装着してね、つけてみてないんですよ。で、これを多分おそらくね、ここがね、外せるんですよね。ここの尖ったデザインの、かっちょい尖った部分をこうやって回していくと、こういう外れるようになってるんですよね。ここを外して、で、これを装着できるような仕組みになってます。で、これが実際つけたときに、多分ライトの光の感じがね、何かしら変化があると思うんですね。ちょっとこれ後ほどこれ試したいと思います。とりあえずもう一回して元のノーマルの状態にちょっと戻して、ノーマルの状態の光の具合を確認していきたいと思います。入ってるものはそんな感じかな。あ、あとはね、いつもついてるストラップスな。ストラップと、あと防水用の、はい、ストラップこんな感じです。これいつもついてると全く同じかな？うん。はい。で、あとは予備の、ちょっと出してください。一つは、この本体のここですな。ここに充電する USB Type-C の端子があります。ここの、このカバー、防水カバー、ゴムの予備ですな。はい。で、もう一つの方が、こういうゴムのシールゴムですな。これは、まあ、こっち側開けてもらうと、この、中のバッテリーが出せるんですけども、ここに防水のゴムがついてるんですよね。これの予備ですな。はい。ちょっと開けたついでにバッテリー見ますか、中身の。はい、バッテリー。はい、スルーナイトさんのオリジナルのこういうデザインのバッテリーですな。で、容量は 3100mAh。で、型番は18650ですな。こんな感じの充電池が内蔵されてます。はい。じゃあそんな感じでちょっとね、これを元に戻して、実際の明るさをね、部屋の照明消して、ちょっと部屋で見てみますか。じゃあちょっと照明消しますね。よいしょ、じっとでもって撮影の照明スイッチどこ行ったか。で、これお尻の方と操作スイッチは、お尻の方とお尻の方のスイッチ、あとこの側面のところのスイッチが2つ付いています。で、これをこれから使って、ちょっとやってみましょう。照明スイッチオフ。まずね、本体のお尻の方のスイッチ入れてみます。ポチッと。はい。これがね、明るさのモードがね、1、2、3、4、5、6、6モードありますね。のうちの、これ今、お尻の操作だけでハイモードですな。ハイモードだけの。多分そうだね。
これハイモードで、ハイモードの明るさがね1413ルーメンです。ただし、ずっと1413ルーメンでつけてると結構ね、やっぱ熱持つんですよね、本体はね。なんで、145秒間しか、145秒、1413ルーメンで点灯できます、明るさが。で、その後ね、145秒経つと熱が持ってくるんで、自動的に明るさが、606ルーメンまで下がります。これがね606ルーメンだと140分間まあ2分じゃない2時間20分ぐらいかな使えるといった感じです。はい、押し入れのスイッチはこんなもんかな。これだけなんですね、明るさね。で、あとはここの側面のこっちの方がね、これ青いランプがついてるとこ、ここがスイッチになってますんで、夜の暗いところでもスイッチの位置が分かりますね。はい、じゃあまずちょっとポチッと一回クリックで押してみますか。とこんな感じで、多分ねそれだと操作方法はねもう基本的に他の今まで紹介したのと同じと思うんで、多分これで長押しでずっとやると明るさが段階的に変わっていく感じですね。こんな感じでずっと今スイッチを押します。で、一番暗いモードにするときは、おぉ、パソコンがいきなりついたな。それがないとさ、ファイヤーフライモードっていうのがあるんですよね。それちょっとどうやってやるんだっけな。あ、これですな。ちょっとね、最初のスイッチを長押し、2、3秒長押しにすると、おつけす。おぉ、パソコンが、ちょっと閉じるか。よし。これカメラだよな、確認できない明るさだと思うね、ちょっとね。まあこんな感じです。で、これ一番暗いファイヤーフライモードが 0.3 ルーメン。で、50日間点灯する動画です。まあこれの使用目的はちょっと俺まだ理解してないんだけどね。わかる方いたらね、コメントいただけると助かります。はい。って感じで。で、消灯します。で、あとは普通のモード、はい、これがローモード。ローモードが29ルーメン。これだとね、53時間この明るさで53時間ついてます。すごいよね。まあこの明るさだったら、まあ、懐中電灯として使うにはまあちょっと確認するぐらいの明るさです。十分な明るさですな。はい、次。次はミディアムモードですね。ミディアムモードはね、355ルーメン。はい、これがミディアムモード355ルーメン。これだとね、バッテリーが 4.5 時間持つ。そうです。もうこれね、ミディアムモード一生十分だよね、明るさ的にはね。はい。で、次、また押しして、はい、ハイモード。ハイモードが、1413ルーメンですが、これさっきも言ったっけ、さっき言ったよな。で、ハイモードはね、145秒。まあ、2分25秒か。熱持つんでね。で、2分22、25秒になると、その後は自動的に、熱暴走の、それを防ぐために自動的に明るさが606ルーメンまで下がります。それが606ルーメンってもね、ちょっと実際にすぐ表現はできないんだけど、まあそんな感じの機能が整っています。ほんで、最後、ターボモード。これ一番明るいモードです。ターボモード。一回スイッチをして消します。ターボモードダブルクリック。カチカチっと。はい。これターボモードです。これ一番明るいモードですな。これだと2676ルーメン。どうなんだろうね。部屋だとちょっと、さっきのハイモードと明るさが、まあ、明るいのは明るいんだけど、さほどの差がちょっとわからないね。これ外で見ないとわかんないな。2676ルーメンは相当な明るさだよね。まあ、光の到達距離は相当、遠くまで届いてると思うんだけどね。
で、このターボモードだと120秒間、2分間しか持ちません。やっぱりね、こう高熱になってくるんで、熱の暴走しちゃうんで、自動的に2分経つと610ルーメンまで明るさが下がるといった感じです。まあ、で、610ルーメンだと133分間。まあ、2時間13分ですな。結構持ちますね。610ルーメンでさ、2時間以上持てばもう十分だよね。うん。まあ、普通、アウトドアとかで、外で使う分にはね、作業灯とか。やっぱりね、結構熱くなってきますよ。先端部も、こう触れません。はい。まあ、といった感じですかね。これが全てのモード、一通りやってみました。じゃあちょっとね、照明ちょっとつけます。はい、といった感じで、はい。照明。ポチッと、はい。といった感じでね、今度はね、この先端の部分外して、さっき見せた付属品のこのフィルター、付け替えて、どういう感じに変わるのかでやってみたいと思います。じゃあこれ先端変えますね。はい、先端変えるとこんな感じです。まあこれだと普通の本当に今までの LED のライトの形と同じような感じの形になりますね。で、ただこのね、見た感じがね、なんかね、このオレンジ色っぽくなってんだよね、レンズがね、肉眼で見ると。これが、実際つけた時どんな感じに光が出るのかといった感じをこれから検証していきたいと思います。さて、じゃあちょっと、照明また消しますか。よし。血も消して。はい。はい、じゃあね。レンズのフィルターを交換した状態。ああ、こういうことか。レッドはね、赤い感じ、真っ赤な光。ああ、なるほど。で、これが今、ハイモードなんだよね。で、これが横のサイドのスイッチの操作で、まず、一番これ、プロモード。全然わからんわ。ちょっとこんな感じね、先端、カメラの方に光を振ると、こんな感じ、ついてるついてる。だから光が全然わからん。で、あとは普通の明るさ。はい。これ今、ローモードです。ローモードで、あのレンズのフィルター、つけてみました。ああ、まあ、ただ、赤く光になる、なるだけだね。うん。こんな感じですね。これ今、ハイモードなんですけど。まあ、こんな感じの赤い光。これ、使用目的が何だろう。まあ、赤っていうと、なんか、緊急、っていう意味合いを持つ。ただね、まあパトカーとか救急車とかね、これパトライト系の赤、緊急を示すライトなんで、多分そういう関係に使うんだろうなぁ、と思うんだけどね。こう、だってなんか緊急、自分のなんか、あれ緊急があった時とか、あとはね、もし使うとすると、夜の道路で、まあ特に高速道路かな。ちょっと照明つきますね。高速道路なんかでもし自分の車故障した時とか、あとは、まあ、他の車が事故を起こしてなんか救助活動をちょっと速攻でしてあげるような状態に遭遇した時、うん、その時にこれをで高速道路なんかいっぱい車をスピード出して走ってるんで、それで今ここで、まあ危険なんで、ちょっとそれをこうやって知らせるっていう感じかな。道路工事なんかやってる人はこんな赤い棒のこういうの持ってますよね。誘導灯みたいなのね。
あれと同じような感じの機能で使えるんだと思います。おそらく。はい。といった感じです。まあ、今回はね、初めてこういう先端のフィルターを、レンズのフィルターを変えて、光の色を赤に変える通機能のついた、商品名が、なんだっけ、BSS V5 っていうね、まあ、この辺ちょっと商品名また入れておきますけど、そういう LED 化充電です。まあ、ちょっと実際に外でやっぱりさ、やっぱ明るさは外で見ないと、もうちょっと現実性がちょっとわかんないよね。なんで、これから外にね、ちょっと撮影をして、検証してみたいと思います。で、まあ、いろいろちょっと、あるんだけど、まあ、こんなもんか。とりあえずちょっと外に行って、だいぶね、もう季節的に寒くなってきたんだよね。だんだん俺も外に出るのが億劫になってきました。はい。まあ、ただまだまだ、まあまあ、撮影するにはまあまあ、どうにかいけるかなと思うんで、とりあえず外で撮影していきたいと思います。はい。では早速ね、とある近所の公園に来ました。とっとと撮影しちゃいましょう。もう夜ね、9時半です。21時半。この時間にこんなとこでさ、なんかこんな撮影してるとさ、怪しみあるからね、パトカーとかたまにね、パトロールで回ってくるからさ、早めに終わりしちゃおう。とりあえず、一番暗い、ファイアフライモード。はい、こんな感じ。アサードの路面を、駐車場の路面を照らしてないけど、これ、わずかにカメラに映ってるぐらいだと思うんだよね。で、草むらなんかになるともう全然わかんないかな。もうこんなもんで。はい。まあ、これはこんなもんでいいだろう。これはほとんど使うことないから。で、次が、一回ちょっとこれして、はい、ローモード。ローモードだともうね、普通に懐中電灯でこれ歩ける、夜でも、足元を照らしながら歩ける感じの明るさですな、ローモードでも十分。はい、次、ミディアムモード。はい、ミディアムモードです。もうミディアムモードでもう十分だね。はい、周りずっと照らします。はい、遠くの木も。はい、自分の車、こんな感じです。もう相当遠くまで光って届いてるな。駐車場一面、もうミディアムモードね、駐車場一面明るくなってる。はい、次、ハイモード。ハイモードです。はい。これすげえ、ハイモードも、強烈です。空も照らして、こんな感じで。はい。再度、撮影再開できて、バッテリー交換しました。バッテリー残量 100% になってるんだけど、全然ダメだね、これね。GoPro。予備バッテリー、ちょっと交換してみてどうかな。さっきまでは、ハイモード、までやったんだっけ。はい、ハイモード。もう一回、こんな感じ。もう一つ十分な明るさだね。はい、遠くの方まで。ずっと。で、駐車場全体がもう、こんな明るさ。すごいよね。一台向こうに車止まっててさ、なんか怪しいと思ってんじゃない？何やってんだと思って。で、こっちの山の木の、感じ、こんな感じ。山っつうか、やぶっていうか、こんな感じ。んで、一旦切ります。んで、ターボモード。ターボモードね、ちょっと説明さっき部屋でやったとき間違えたんだけど、お尻の方のボタン、スイッチ。これを押します。ターボモード。はい、ターボモードです。すごいね。まあ、これだとそんな2分かそこらしか、照射してらんねえんだけど。もうすごいね。はい、自分の車こんな感じです。はい、空も照らすとこんな感じ。はい、木を照らすとこんな感じ。すごい、もうすでに暑くなってきた。はい、こう強い光でこうさ、普段照らすとやっぱり、
空気中にこんだけホコリっていうか、なんていうかね、こういうのが飛んでんだよね。すごいよね。光が強くなるとこういうのがよく確認できるね。普段こんなの俺なんか吸っちゃってんだよな。まあコロナの影響で今マスクしてるからさ、さぞでもね、コロナの前もこんなの平気でどんどん吸っちゃってんだけどね。こういう現実ね。はい。あと、部屋でやってなかったけど、ストロボモードやってみます。ストロボモードは、この側面のスイッチをダブルクリック。あれ、うまくやんな。ダブルクリック。あ、トリプルクリックかな？あ、うまくいった。で、こんな感じで、ストロボモードこんな感じで、まあ、あまり使う用はないんだけど、まあ一応、LED の感じにするとみんなついてるよね。はい、こんな感じです。まあこんなもんかな。あとはレンズのフィルター。あの赤いやつ、それにちょっと試してみます。今ね、レンズのフィルター、これに変えて、まあ一応これも、どんな感じなのか見てみたいと思います。はい、付け替えて、よいしょ。はい、もう一回すると外出ます。これいきなりちょっとターボモードからいってみっか。ターボモード後ろのお尻の方のスイッチ。はい、こんな感じです。まあ明るさはそんな明るくならないんだけどね。これやっぱりまあ目的がやっぱ危険を知らせる、緊急を知らせるとか、そういうモードで使うっていう目的だと思うんだけどね。もうこれターボモードで、で、こっちか。明るさで、ハイモード。まあ、あんまり明るくはなんないよね。やっぱりね。ただこれ赤だからさ、遠くから見てて、見るとこの赤ってすごい目立つ色なんで、結構遠くからでも確認できるんで、やっぱり緊急の時に使えるモードかな。はい、こんな感じです。うん。ちょっとこれでストロボモードやってみるか。トリプルクリックだね。3回連続で押すと点滅モードになります。はい、こんな感じ。こんな感じね。カメラにちょっと正面こうね。こんな感じ。これは目立つな。明るさ的にはそんな感じだけど、結構遠くの方から結構目立つ光になるね。緊急用として遠くの人にもここで何か起きてますよっていうのを知らせるにはこれはいいかもしれないね。はい、こんな感じです。まあそんな感じでね、夜の撮影は終わりにしていきたいと思います。まず寒さ、意外と今日は暖かいね。昨日の方が寒かったな。まあしかし星空綺麗だ。 GoPro でも一番感度上げてるけど星空映んないね。どうだろう。うん、はい。あとね、この今回の LED のライト、あの Amazon さんで URL 貼っときます。そこから注文入れてください。でね、まあスルナイトさんの懐中電灯なんですけど、よいしょ、ちょっと車の中に戻ろう。あ、真っ暗。スルナイスさんのね、懐中電灯ね、あのアマゾンさんで注文するときにね、はい、ちょっと照明つけました。なんだっけ、キーホルダーにつけられるようなこんなちっこいね LED の懐中電灯、なんすだけど TI2 スだから、ちょっとこの辺にちょっとね、入れときますね。それがおまけでもらえるやり方がありますんで、それ概要欄に貼っときますんで、もし Amazon で注文するときは、ちょっと概要欄に、ちょっとおまけでもらえる、そのやり方をね、
貼っときますんで、まあタダでもらえるんでね、ぜひともそのやり方でちょっとやって注文してみてください。はい、まあそんな感じで終わります。まあ車の風景で最後締めくくりたいと思います。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。